川県から来ましたね。はい、去年まで実は長野に転勤で住んでまして、今神奈川に戻っちゃったんですよ。やっぱり長野にいた時にどうしても登っておきたかった山が燕岳だったので、一度去年の方で穂高岳の登山に一回失敗しまして、でその後焼け岳、常念岳、北アルプスに登ってきたんですけど、やっぱり燕岳だけだけは登っておきたいなって思って、穂高岳のところです、登っている最中に天候が荒れてきました。あとタイムが日が暮れた状態で山小屋に着いちゃうから、はい、ちょっと危険だと判断して、普段は兄弟で行ったりはするんですけど、今回は一人で4年以上は登っておりますかね。そうですね、いろんな県を回ったりして、今先月は赤岳を登ってきましたね。赤岳も泊まりで登ってきました。この時は兄弟も一緒にいました。きっかけはどちらかというと漫画だったり、ここでなんかちょっと憧れて登り始めたんですけど、自分の趣味に本とかも見てもやっぱり分かるんですけど、なんか山に登っている人に憧れるっていう、それでまあ自分も人生一度きりですから、そこで挑戦してみたいなっていうところで、何個の山を登ってきてるんですけど、もう登り始めはいつもなんで来ちゃったんだろうっていうのを思ったりはしますね。結局登り切って降りてきたら来てよかったっていう気持ちなので、うんうん、やっぱりまた来ちゃうっていうところがありますね。自分にとってはもう人生の一部としか考えていませんので、この生涯において悔いを残さないように生き方をするか、山を登り続けているっていう自分の生きる意味ですね、うん、そうですね、本当に視界が広くなった、視野がかなり大きくなりました。本当に経験してよかったなと思っております。確かに登山で山に登っているとポジティブな考え方になる、人を思いやり、かつ自分もポジティブ、自分は接客業をやってるんですけど、互いに幸せな環境でそういった接客をでしたらよりポジティブになったっていう、まあ穂高岳はもちろんのことなのですが、来月あたり那須岳もしくは谷川岳の方を登ってみたいなと。休みの日はほぼほぼ山もしくは旅行だったりと、基本的にはあまり家にいない、他の県に行くっていうのも過ごしたり、明日は燕岳に登りまして、そのまま下山します。うん、ことはあっちの方にも行きたかったです。あそこ行きたかったんですけど、時間的にちょっと間に合わないので。はい、あくまで、まあ、無理をしない計算です、ね。はい。ちょうど、本人の後ろにお天章がちょっとね、うっすら見えてます。あんな山ですね。次の目標ですね。そうですか。